木浪がバッティングの状態いいです。昨日の引っ張っても流してもいい感じは木浪はいいと思います。木浪は期待できるんじゃないかなって昨日のバッティングを見て思ってます。逆らわずに広角に打ち分けれてたんで。おいおら木浪ナイスバッティング、帰ってこい大山、大山帰ってこい。レビーラに、まあ、まず出させないっていうのと土田がまた回ってくるんでね。おい、今のヒットなんの、どうした今の、何飛んでこへんと思ってた今。よすぐ横やったけど、とか中野にしてはもうちょっと考えられへんぐらいでしたけど、気抜いてたんちゃうのとしか思えないぐらいの打球。僕が描いたんはランナー出て土だとかやったら嫌やでって言おうと思ったんだよ、言わんかったんです。なぜなら飲み込んだんです。なったら嫌やなと思ったからなりやったね。これはね、普通に送ってくるとは思うんですけど、ちょっと嫌ですよ。近江高校、土田、さっきの守備もそうやし、うちの守備がちょっとね、ポッカン、なんか取れたのに取れてへんな、みたいな感じでヒットになられてるから、これはちょっと嫌なとこっすね。ハッキシって俺の中ではレビーラーしっかり投げとけば、絶対抑えれると思った人間に、ショートゴロやと思ったらね、それがセンター前ヒットになってるわけで、これ取られるとしたらこういうとこっすよ。で、足めっちゃ速いから、高松。高松、上田かいぐらい足速いから。滝野か、滝野ですね。多分ここね、ちょっと外意識すると思うんですけど、内に行ってバキッと折っちゃうとかっていうのもいいよ。坂本、内行こうよ。坂本、そう、ホームランないから。そうそうそう、それそれ。おお、イメージ通りやん。もうイメージ通りでしょ。そう、内に行ってバキッと折ってアウト取ろうって。もう今ツーアウト取りたらいいんですよ。もう言うた通りやんな。打ち行ってバット折ろうぜって言って、もうまんま行ったでしょ。坂本聞いてるね、今日聞いてるね、通じてるね。坂本が完全に聞いてるな。そう、バット折った、すごい表現でしょ。いやいや、僕もうズコーってなりました。多分聞いてたやろな。うわー、バレてる、ズコー、バット折られた、ズコーって言って。高松も聞いてるんでしょうね。もうプロ野球界で導入してますか、みんな補聴器みたいな感じで。さあ、ここですよ。売り出してきてるこの男。ここを抑えれるかが今日勝てるかどうかの、もう、はっきり言って、もう一番のところでしょう。ただ、坂本、ここはね、もう最悪、アベまで勝負いってもええから、きっちり低いとこ、危なくないとこ行こう。うん。そう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 。スプリット、落とせ。わあ、おい、おい、じゃないよお前、やれよ、こういう時にやれよお前、ストライクやろ今の。いやね、やらんでいい時にゆっくりやりやがって、お前ええ時にやってくれへんな、お前。俺も言った通り、もうここで無理に岡林戦う必要ないから、極論もう満塁行ってから阿部と勝負してもいいぐらいぐらいに俺やったら考えてリードする。じゃないと岡林は甘くいったら打たれるから。落とせ坂本、外落としたら引っ掛けてセカンドゴロよ。木浪がさばいてくれるよ。それで行くの、行くね。やられたやんか、言うたやんか。だからそこを打たれてるやんか。ここ初戦にも岡林にはバット折れないっつってんの。滝野はバット折れるけど、岡林は折れんて。レギュラーとパッと出てきてる代打とじゃちゃうから。言うたでしょ、こういう展開になりそうやし、岡林に回ったし、ね。で、ショートゴロやのに、それがヒットになって嫌な予感したでしょ。で、高松がランナー出て、土田がきっちり送って。
これで1点取るっていうのは、これはだからもう中日が初戦にやった野球じゃないですか、これ。まんまとやられてますよ、同じことを。ああ、これ前進してるから超えるな。あかんわ、これ。なんで前進守備してんの?なんで前進守備引いてんの?意味がわかん。意味がわからへんねんけど。はぁ?なんで前進守備を引くの?怖ぁ、マジで。どっちが最下位かわからん試合。いや、うちの方が最下位ですよ。ほら、また前進守備引いてるやん。まあ、もう。え?土田に打たれたん?かぁ、情けなぁ。情けない、マジで。まあまあもう、普通に守ってりゃアウトやのに。